さあ小池さん、はい、この番組も新戦力がなんと加わります。ここにちょっと席空いてるでしょ。ゲストですか。新メンバーです。矢田美咲アナウンサーでーす。4月に入社しました矢畑美咲と申します。よろしくお願いします。ということは分かりませんが、栄さんは契約満了ということですか。いやレンタルの可能性はあります。レンタルの可能性はありますけど、はい、一応多分追加メンバーとして矢畑さんに入ってもらうっていう形でやりたいなと思うんですね、はい、ちなみに知ってるサッカー選手はいるんですか。サンフレッチェの選手でいうと、そうですか、知ってます。私それでいうと大学2年生の時に、はいはいはい、サンフレッチェの試合ってかサンフレッチェが好きで広島まで見に来てるんですよ、ということは何年前が現役中ですよね、はい、現役でされてました。こうやってどうやってされてました。あ、左足をこう、確かに左足ですけどプレーしてたと、はい、ね、これからこの番組で一緒に学んでいきたいと思います、はい、一緒に私だけ学んでいきたいと思います、はい、題して森崎浩二の浩二園。このコーナーはですね、はい、番組の公式ツイッターに送っていただいた質問に、はい、浩二さんが答えるという視聴者参加型のコーナーです。何でもいいんですか。何でも答えます。皆さん何でもいいそうですよ。誰に呼びかけ見ている人いるかなと思って、はい、早速いいですか、はい、まず1問目、ハンドルネームなっちゃんさんからいただきました。選手の試合出場、スターティングメンバーや控えはいつどんな形で知らされるのですか。また聞いた時の選手の気持ちはというふうにいただいてます。あ、監督によって変わるんですけど、まあ、あの2日前に次の試合のメンバーが発表されたりとか、ホームの試合でしたら、まあ、前日にトレーニング後に、うん、あの18人ですね、18人のベンチ入りメンバー発表されて、まあ、スタメンはですね、基本的には当日の試合の当日に監督から発表されるってことが多いですけど、うん、ただもう前日に栄さんはおそらく知ってると思いますけど、ちょっと紅白戦っていうのがありまして、明日試合に出るだろうなっていうメンバー対ちょっとサブのメンバーが試合をするんですよ、11対11で。そこで多分メディアの方とか見られてる方は、うん、あ、こっち側がスターティングメンバーで明日の試合出るだろうなっていうのは一応こう予想はできるかなと思います。その時の気持ちはやっぱりドキドキですか、うん、明日頑張ろうっていう、うん、入団当初、うん、それこそ初めてのスタメンっていう、はい、入った時にはなんかこう緊張感というか、うん、高揚感非常にありましたけど、こう主力にまあなりつつある中で、もう明日というか今日の試合スタートですって言われるときはさほどそんなに、はい、気持ちのこう揺らぎはないかなっていう、はい、ずっと出てた選手が、はい、あ、今回ちょっと俺外れたよみたいな時もあるわけですよね、うん、いや、ありますよ。プレーが悪くてパフォーマンス悪くて交代とかだったらまだ納得できますけど、自分のプレー悪くないのになんでこう次の試合からスタートが出れないのって、はい、その時は聞きに行くんですか、監督に。聞きに行く場合もありますし、まあ、その監督がね、もう何も言わず、うん、はい、もう選手を、ね、入れ替えたりとか。例えば、はい、明日両親来るんですとか、うん、あ、誕生日じゃんみたいなことで、うん、スタメンに出るっていうことはあるんですか。ないですね。ないでしょうね。まず無理です。それはさすがに、ね、無理なんですけど、僕1個あるんですよ、実は。これどこにも話してないことなんですけど。もう何ですか。2012年、うん、森保監督になられた年ですよ。初優勝した年なんですけど、うん、7月7日に、ほいほいほい、僕の馴染みがある、うん、7月7日です、うんうん、7にちなんだ、はい、まあ、モチベーションも非常に高かったですし、まあ、そういう記念日ということもありましたんで、まあ、娘の誕生日とっていうこともありましたんで、森保監督にちょっとこうフランクな形で話したんです。言ったんですか。試合出たいから実は今日こういう日なんです、はいはい、で森保さんも、ああ、それは素晴らしい日だねみたいな感じだったと思うんですよ、はいはいはい、ちょっと試合前だから、まあ、返しが困りますよ、ね、返し多分困ったと思うんですけど、俺は何でか知ってる人言っちゃったんですよ、はい、それで、まあ、ちょっと、まあ、監督も頭に入れてるとは思うから、うん、なんか試合時間とかちょっと伸びるかなとか、はい、早めに起用してくれるんじゃないかなとかちょっと思ってたんですよ、うん、したら全然前半終わり後半 もう結構時間が70、60分70分
経っても呼ばれず、呼ばれず、呼ばれず、うん、まあ試合展開もありましたけど、うんうん、なかなか呼んでくれないなと、うん、すごくその時当時よすごい覚えてますけど、すごくイライラしてたんですよ。はあはあ、俺あれだけ言ったの試合使ってくれないんか、この覚えてないのかな、あの言葉を、はい、これマジかと、80何分だったと思うんですけど、はい、ようやく呼ばれて、まあ、1-0 で勝ってたんですよ、うん、広島が、うん、試合に出ます、もう腹立ってしょうがなくて、監督早く起用してくれよっていう気持ちで出たんですよ、うんうん、そしたら見事にゴールも決められて、おお、それがすごくつながって、すごい、森保監督にはそれは言ってないですけど、これいつか、まあ、あのもっと時間が経ったら言ってやろうかなすごい、あ、誕生日って起用されるのっていうのは、はいはい、あのカンペで出た時に絶対ないと思ってましたけどそうですね、まあ、でもそういう意味では、まあ、はい、コミュニケーションを取って、うん、そういうことも言える間柄であるっていうのはちょっと大事かもしれない、まあね、大事でしょうね、うん、ちょっとアピールじゃないですかね、そうですねすごい7に関連がありますね、はい、うん、背番号7だったんですよ、現役時代177センチ、77キロ、はい、なんであれ嘘でしょ、いやいやいやあれ嘘なんですか、あれ今度番組でじゃあやります、やりますか、身長と体重やってみます、今度やります、うん、ちょっとやってみましょうよ、ウィキペディアで調べたらすごい7になってると思って、ウィキペディアでしょ、はい、多分自分で書いてると思う7に合わせとこうみたいな、もう僕の話はいいですか、次行きましょう、あ、次フィットネスジムベースワンは安心安全にご利用いただけるよう徹底した感染対策を実施しています。検温、健康チェック、トレーニングマシン使用後の除菌作業など、すべては皆様の安心安全のために。月額1000円から始められるフィットネスジムベースワン、8月1日紅葉店がオープンしました。詳しくはベースワン紅葉店で検索してください。日常的な侍体験のお問い合わせはスターシャインプロモーションもしくはオフィス大義まで。